はい、今回は2018年9月度の新車売上ランキングベスト50の方を見ていきます。毎月だいたい10日前後に発表されるんですけどね、今回は早かったですね。今日は4日なんでかなり早いですね。で、1位から見ていきます。で、1位が日産ノート、すごいですね、13,500台。で、2位がアクア、まあ、今まで僅差だったんですけど結構離されてきてますね。3500台違いますね。で、3位がプリウス、で、4位がセーナ、やっぱりいいパワー積んでるだけあって売れてますね。で、5位がカローラ、まあアクシオとかフィールダーに関してはそんなに売れてないと思うんですけどね、やっぱりスポーツが売れてるんでしょうね。で、6位がフリード、まあまあ売れてますね。で、7位がビッツ。ビッツに関してはなんでそんなに人気があるのかなという疑問があるんですけど、どうなんですかね。で、8位がシエンタ。まあ9月の上旬か中旬にマイナーチェンジあったんですけど、まだ反映はされてないですね。で、9位でようやくフィット。やっぱり陰りが見えてきてますね。ノートとかアクアに比べたら、ノートが2012年やったかな。で、アクアが2011年。で、フィットは2013年にモデルチェンジしたんですけどね。それでもフィットが一番売れてないですね。で、10位がルーミ。人気ですよね。こういったスタイルとは、ハイトワゴン系の。で、ボクシー。まあ、ボクシーも、やっぱり、セレナに比べたら人気ないですね。で、CHR。で、タンク。タンクとルーミーって基本同じなんですけど、なんでこんだけ売り上げちゃうんですかね。ルーミーの方がかっこいいんでしょうね。で、14位がクラウン。最低でも500万ぐらいいる車なのに、それでも6000台売れてるんで、まあ、景気がいい証拠でしょうね。で、ベゼル。で、アルファードもかなり売り上げが好調です。で、ステップワゴンに関しても伸びてきました。まあ、フォレスターに関しては最近新型で出たんで、売れてるでしょうけど。で、エクストレイル。あ、CX5 抜いてますね。だから大型、まあ大型でもないですけど、SUV の中でやったら、一番人気ですかね。まあ、CHR とかベゼルに関しては小型 SUV なんで。で、デミオも上がってきて、21位。でも改良した割にはそんなに売れてないですね。で、ノア、インプレッサ、ソリオ、ハリア、エスクワイア、で、パッソ、スイフト、で、ベルファイア、リーフ、で、クロスビー、トール。やっぱりトヨタとダイハツっていうだけで、これだけルーミーとかタンクに比べたら人気ないですね。で、CX8。まあ、CX3 は数ヶ月前にマイナーチェンジあったんで伸びてきています。で、アクセラがちょっと元気がなくて35位。で、シャトルもこんな感じですかね。で、ランクル、カムリ、シビック、アウトランダー、デイカリー5、オデッセイ、レボーグ、マーチ、プレミオ、CRV。まあそんな感じなんですかね、やっぱり。938台。まあ数年ぶりに日本でモデルチェンジして発売したんですけど、やっぱり伸び悩んでますね。で、エクリプスクロス、エルグランド、ジェイド、RX450H。まあそんな感じですね。はい、ということで今回は2018年9月度の新車売上ランキングベスト50について紹介しました。